はい、どうも、僕監督です。今日もウニングイレブン2016マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。それではね、また今日もウェファチャンピオンズリーグ、セミファイナルスターズ、こちら回していきたいと思います。75.7% まで落ちましたね。でもまあ回しますよ。いきます。 GP で支払う。はい、1万 GP でいきます。まあ 75. 何%、さすがにね、まだ黒着ててもいいかな。はい、よし、いい感じですね。青スパイク、あー、引かぬか。誰や、初めて来たの。アウグスト・フェルナンデス、ほほー、アルゼンチンのアトレティコ・マドリー所属の、選手ですね。アンカー、そうか、結構いるんですね、まだ。ほん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 、まあ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 、まあ、シムで使っていきますか。シムとかね、コム戦で。セントラルミッドフィルダーですね。はい。なんか。はい、ということでね、今回、アトレティコ・マドリーのアウグスト・フェルナンデスを獲得しました。はい、今日からね、ちょっと、いつもと違う企画をやろうかなと思ってます。名付けて、パリ・サンジェルマン、ボッカン得、センターフォワード決定戦という感じでね。3人のセンターフォワードですね。ベンゼマ、ジエゴ・コスタ、ジルーですね。この3人のうちね、まだ僕、フォワードね、センターフォワードの序列、全然決めてないんですよ。ベンゼマと、まあ、ジルーでね、今争ってる格好になるんですけど、そこにね、ジエゴ・コスタを加えて、3人で、誰を一番、まあ、パリ・サンジェルマン、僕が使ってる、まあ、パリ・サンジェルマン、僕監督というチームで、一番序列の高いセンターフォワードにするかっていうのを決めようと思います。まあね、調子いい、ライブアップデートの調子でね、もちろんそれは絶好調の選手を使うんですけれどもね、まあこういう、まあ今週みたいな感じの時に誰を一番最初に持ってくるのかという、まあレギュラーですね、誰にするのかというのを、競います。まあそれをポイント制にしてね、得点を決めれば2ポイント、アシスト1ポイント、マン・オブ・ザ・マッチ、MVP ですね、その試合の、のを取ったら3ポイントという感じでね、その合計が一番高い選手を、まあ、チーム内、センターフォワードの序列1番手に、しようと思ってます。まあ、大体10試合ぐらいですかね。まあ、10試合にしましょうか。はい。ということでね、30試合で使って、まあ、一番ポイントを高い選手を、まあ、決めたいと思います。ということで今回からやっていきます。はい、ということでですね、第1戦目ですね。まずね、レーティング638の方と対戦します。はい、ではやっていきましょう。今回連れてきたのは、やはりね、まずはジルーからいこうかと思います。でベンゼマね、まだ今週不調なんで、とりあえずベンゼマ抜きでジルーとジエゴシューバで、あ、間違えた。ジエゴコスタでやっていきたいと思います。ジエゴシューバは持ってません。ジエゴシューバ？ジエゴシューバはいないです、そんな選手。あれは何シューバやったっけ？なんか言っちゃうんですよね、間違っていつも。まあやっていきますか。イブラ、アレクシス・サンチェス、ラカゼット。揃ってますね、結構。スタジアム変えますわ。まずね、夜、これも確実に。で、まあ、ランダムでよろしいかと。スタジアムは、やっぱり、どこにしようか。ここやな。マラカナですね、やっぱり。いきます。マッサ・バルセロナと対戦します。まあ、あとね、ジルー、あ、まあ、そのセンターフォワードなんですけど、センターフォワードはね、疲れたら、まあ一応変えます。まあ変えるというかね、もう僕の判断で勝手に変えます。それはもう実際の試合でもね、よくあることなんで。まあ、競い合ってますけど、みんな出場試合数は一緒じゃないです。ただ先発するというだけで。まああまりないですけどね、途中で変えるっていうのは。センターフォワード決定戦。まずはジルー。で、まあ当然ね、動画になってない試合とかもあるんですけど、その試合はもちろんカウントしていきたいと思います。それはね、一応試合前に、
まあ、今どんなポイントが何試合で何ポイントっていうのを、まあ、一応発表していきたいと思います。まあ、それではやっていきましょう。そんなん言うてるのも、まずはでもやっぱりチームの勝利ですよね。どうもこんばんは、よろしくお願いします。前半ゲームは止められた、あっさり今回でしまったな。今回は打っちゃいけなかった。この両チームはスピードと連携をそれぞれ兼ね備えて強豪同士、素晴らしいマッチを期待しましょう。はい、なんか分からない、何をしたいの、なんかよく分からない判定ですね。ヒルは何も試合に関与してませんでしたけど、試合というかプレーに関与してなかったけど、まあ、仕方がないですね、これやっぱり。OK、え？カットです。ボグバ。走らせます。あんまり走らせたらね、フル出場できないですからね。サイドのスペースを使います。サイドのスペース。おーおー、すごいな。それ、オッケー。もう一度。え？オフサイドですかね。やりましたね、これは。ちょっとタイミング的にも最悪やったしね、今の。ポグバ。緩いフィード。オッケー。このボールをカットします。はい、やっていきます。セルビオブスケツ。まあね、ガルバハル。一番最初の試合っていうのは。何ポイントか取ってほしいですね、ヒル。アシストだけでも取ってほしいんやで。味方を走らせる。チャンス抜けた。オッケー。まあ、でも、やばい。危ない。アホやろ。抜けてきますね、最低や。最低の失点です。バルセロナ先制1対0。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール。しゃあないな。向かえていきましょうか。動き出すタイミングやボールを受けるイメージがもう体に染み付いてるんですよね。あ、やばい。これがワールドクラスのボールですね。よしえ、やばいんちゃうこれ。やばいよね。後ろから行ってるもんね、これ。うわ、でもまあ、幸いにもね、ペナルティーエリアが直接ですかね。これ球持ってますからね。ロベカルちょっとちっちゃいから壁に入れてもらえへんかったのかな。直接狙った。グーゴールになる。チャンスだ。何してんの。キーブラヒドベッチ。こういう時にカウンター、カウンター。取られた。いや、ダメだ。さあ右に預けて。まずいぞ。受けてくる。ラカゼット。やば。最悪や。最悪な展開です、これは。いきなり2失点かよ。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール北澤さんはどうご覧になりますか。3ポイントある。そうですね、しかもシュートの位置も最高ですよね。ここはね、正直誰でもいいんですよ。その前にもう対応遅れてましたからね。結果的には蹴ってはいけないエリアにバイタルができてしまいましたからね。しかしこういうチャンスをついて決めるあたりが素晴らしいですよね。10試合やれるわけですからね。さあバルセロナ、何ポイントか取れるんでしょう。みんなね、まあ、みんな不甲斐ない結果になったらセンターフォワードは、おい待て、やばいって、シュート、やばいってしのぐ。最初のコーナーキック、おう、ジルーのね、いいところはね、一応このポストプレー、これ結構何回も言ってるんですけど、ポストプレーというかこのヘディングで勝てる、それとポストプレーか。ここはカットします。パリ・サンジェルマンとしてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですね。全然取られまくってるで。前線へ出す、自分で行く。夢のまた夢カードやな、このあのマオザワチア。カウンターを仕掛けます。スペース出ましたね。このパスが抜ける。嘘、打っていった。あ、入った、よかった。来たー。オッケー、パリ・サンジェルマン。まあゴールはゴールです。誰や今決めた。
全然関与しなかったな。あんまりね、こうエコ引きにはしないです、誰も。落ち着いています。素晴らしいボールコントロール、まさにゴールに置きに行くというイメージ。冷静にこういった判断ができるのは素晴らしいことだと思いますけどね。さあ、あと1点です。アザール、いけるぞ、取れるぞ、まだ来た、抜けてくる、撫でるようなボールタッチ。おうおう、ロングのフィード、ネイマール、スルーパスを出す。もう一回取って、このボールをカットします。落ち着け、ここは簡単にいいパーから前線へ。はなんとな、パリサンジェルマンがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入れなくてもせめていい形を作って後半につなげていきたいでしょうね。オッケー、よしよし、全くジルーに絡まへんな。アリサンデルマン、コンピューター戦とかやったらね、昔はあのこの選手に点取らしたりとかめっちゃあったんですけど、いいですね、見せますね。ほんまにあんまりジルーが別に活躍しようがしまいな。これ直前のドリブル、素晴らしいものがありましたね。いや、自ら突破して決める、うん、この高いゴールの意欲が素晴らしいですよね。はい、やっぱりこう自信を持って仕掛けていくっていうのは非常に大事ですよね。そうですね、あ、かんかんかん。さあ、パリサンジェルマン、絶好調がよう走ってくるよね。見事な攻撃を見せています。まあ、1点取った後、絶好調かなかは分からんけどな。そういった意味では、狙いとしては最高ですよね。あ、何してるのスルーパス。オッケー、おお、おっく。ネイマールへのボール、ネイマール、セーフ。あ、惜しい惜しい。セーフ、セーフにしたね。セーフや。前半終了です。なんとか追いついたわ。非常に動きのあるハーフとなりました。うまいね。白熱のゲーム。はい、それではやっていきたいと思います。後半戦スタートです。そうそうとこの後半始まっています。おお、どうなってどうなってんの。ここまで両チームとも互角の戦いを見せています。危ない。ポグバ、ウィリアム、ガルバハル。あ、おお、一番取られてはいけないような場所で。抜けてくる。裏狙いましたね。かんやろ。おっしゃ。セルヒオブスケツ。アザール、オッケー、いいぞ。左上がっていきます。ちょっと入れるか。さあ、仕掛けてくるのか。スペースへ出す。フリーで受ける。オッケー。お、勝ち越し。来ましたね。アリサンジェルマン。来ましたね。ジルー。やるやん。アリサンジェルマン。ゲームをひっくり返します。いきなりな、点取るかな。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、うん、もう何かを、ああ、さすがやな、スルーパスですよね。そうですね。あかんて、遅いて。さあ、パリサンジェルマン、これは今な。ここでリードを奪いました。ネイマールに渡る、これを読んでいた。それは緊張もするで。味方を走らせる。パリサンジェルマンとしては後半いい入り方ができてますからね。お、アザール、お、アザール、アザール、ちょっと、あった。体に当ててほしかったな。オッケー、オッケー、オッケーじゃねえ。ラカゼト、オッケーいいよ。ネイマール、ポグバ、おっとっと、スルーパスを出す。おっと、これはエリア内か、パリサンジェルマン、どっちや、ここで PK を得ました。はい、PK になりましたね。もちろんね。あ、あかん、怪我したな、これ。はい。PK はね、当然、いうわけですから。どうした、退場したのかな、退場したくさいぞ。そうでもないわ。キッカー、どうしよう、怪我したのか、PK。いけな、メッシーいけらっしゃろう。キッカーはやっぱりね、それはやっぱりちゃうな、キッカーさせ、務めさせるっていうのはやっぱりね。まずやっぱ勝利にこだわらなあかんからな。ジルーで外したら目も当てられるんだけど。メッシーで外した、メッシーで外したか。
キッカーとして後に引きずらないことが一番大事になってきますよね。はい、持ち切り替えてこのプレーで挽回していきたいところですよね。そうですね。あ、止めてきた。おお、行くね。ちょっと行くね。あの、変えときゃ結構今いい感じなので、ちょっと変えたくないっていうのはあるな。おっと待て、なんか分からんけどメッシがちょっとミスってるよ。メッシ、アラバ、ポグバ、まずい、まずい、まずい、非常にまずい。ボールのこのパス、キッパルーズになる。危ね、わけ分からんぐらいやばい、やばいな。まだ2勝ポグバ、サイド上がっていきます。裏へのスルーパス、ちょっとオフサイド臭いな。さすがにコース入った。さあフラッグは上がっています。おおお、2点目よ。やるな、パリサンジェルマン。まあもうちょっともう1個奥にパスしたつもりだったんけど、これで差は2ゴールになりました。やっぱりね、先発は争ってるんやからな、アピールするよな。でもね、交代です。時間が時間だね、時間が時間だね。そうですね、スタミナがね、イメージ通りにここぞというタイミングでもらいに行く、その動きだし、はい、まさにこのゴールですよね。アピール終了ですね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はコンマ何秒の世界で飛び出すスタミナを切らしたら、ね、もうダメです。相手のバックスよりも早く反応してしまったら、それはオフサイドになりますからね。この駆け引きこそが最高に難しいですから、見事なゴールですよね。8歳渡せろ。今日2点目のゴールです。抜けてくる。お、抜けてくるのね。オッケー、オッケー、オッケーじゃねえよ。モラタ、さあカウンターのチャンスになります。スペースへ出す。オフサイドね。チャンスになる。ないわ、あった。オフサイドですか。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。パリ・サンジェルマンとしては守りに行くのか、途中交代の方がいいのか、モラタの決定だ。はっきりしておいた方がいいですよね。なるほど。このボールに触ります。長いボールを縦へ。ポグバ、あー、手上げとったな今。ハザード、中央に切り込む。さあメッシ、オッケーオッケー。ここでファールがありました。フリーキックですね。ここ居場所か、ちょっと遠いか、ちょっと遠いね。直接狙うにはまだ距離があります。まあ、組み上げみたいなのするところだ。あえてちょっとほい、ちょっと距離があるかなという感じでしたけども、思い切っていきましたね。非常に惜しかったですよね。どうだ、縦行け。ムハンマドサラー、すごい止められた。縦を使います。ネイマール、長いボール狙っていく、柔らかいパス、お勝負ですね。さあフリー勝負だ。あが決めた、決まりました。ど勝負だった今。いや、ど勝負だったな今。ディフェンスはね、あれしすぎた。追い詰めます。果敢に前行ったから、これは鮮やかなシュートが決まりましたね。そうですね、落ちていく。とにかくボールの軌道が独特でしたよね。はい、強い精度の高いシュートですね。そうですね、マンドラスが来たよ。おお、戻るよ。今日2点目です。あ、戻って、やばいぞ、空いてるぞ。ボビカルとマンドラス2人して上がってしまった。これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。まだ急げばチャンスありますよ。パリサンジェルマンとしては、いや、このまま終わりたいですよね。そうですね、対面でのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。左サイドへ、右サイド上がっていく。やばい、バラン上がってもだ。裏に味方を走らせる。オッケーオッケー、これはもう読んでいました。待って待って、危ない。セルギオブスケツ、ポグバ、ここはもう落ち着いてアザール行く場面ですよね。ポグバ、味方を走らせる。流れはちょっと疲れになってる。やばいぞ、これから上がっとるぞ。セルギオブスケツ、アーチのようなパス、危ない危ない、危なすぎる。フリーだ、やられた。おっしゃおっしゃ、狙いしましたんですがヘディング決まりません。
よかった。さあどうしのぐのか。やばかったな今のは。どうだ。あ、ダメだ。危ない。よっしゃよっしゃ。出て出て。よし、あとは結構時間あるな。まだ結構、まあ、とりあえず、ね、まだか。走って。ほら、勝った。ボールに触ります。おっしゃ。長いボールを振ります。よし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 、いいよいいよ。あ、ちゃうわ。もう終わったかと思った。でももう終わりや。これで終わりだ。どう？まだいけるらしい。よしよしよし、いいよ。結果まで続けた。まあ、一番はやっぱチームの勝利だね。パリ・サンジェルマン、結果として見事逆転の勝利を収めました。これ下手しいマン・オブ・ザ・マッチやんか、ほんまや。やるな、いきなり試合目からこれやからな。こんなね、7.0 ないと思うんでしょうね、こういった素晴らしい試合はね、はい、なるほど。パリ・サンジェルマンとしてはどんな状況でも自分たちのサッカーさえすれば、本当にもう負けてもおかしくないんじゃないかという状況から、もうこれも最高の結果ですね、このジルーからしたら。2得点でマン・オブ・ザ・マッチ、はい、ちょっと待ってね、ハイライトいきます。そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。自分で最初に取ったの忘れてもらった。4ポイントと3ポイント。大逆転勝利で試合を終えました。7ポイントですね。はい。ジルーいきなり7ポイント獲得です。一戦試合して7ポイント。まあ次戦は一応ジエゴコスタを予定しています。まあジエゴコスタと一応ね、今週も今週言うてもあんまりそこまで時間はないけども、ゴールデンウィークやしね、そこまでやる時間はないですが、まあ一応2人でまあそうですね、その2人をまあ交互に出していこうかなと考えてます。いや、よかったね。ただちょっといきなりいい結果出たんで、他の2人が心配ですね。あ、一つ言い忘れましたけど、ガチャでね、もしもまあ一番手になるフォワードが来たら、もしも来たらね、まあその時はその時序列が崩れますよね。まあ、クリロナとかイブラとか来たら、あ、イブラはね、でも僕ね、使った感じとか、今作は一回も使ったことないねんけれども、まあ前の2015とか、まあ、2014とかではなんか使ったんですけどね、全然使い切れなかったですね。まあ、だからクリロナが来たらやな、まずな。もうクリロナはもう確定になるからな、絶対来たら。はい、ということで終わりましたね。はい、ということで、まあとりあえず戻りますか。わざわざレベル上がった、いいね。はい、ということでね、レーティング633に上がりました。一応今回ね、結果なんですけれども、ジルー、7ポイント、1試合で7ポイントになりました。はい、まあこんな感じでね、ちょっともやっていこうかと思ってますんで、はい、ぜひまた見てください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。ポッカン特有でした。お気に入り。